こんにちは、ジョン・カビラです。天気は晴れ。さあ、横浜フリューゲルス対浦和レッズ始まりました。前半戦キックオフ。フリューゲルスは4-5-1のフォーメーションです。レッズは5-3-2のフォーメーションです。ジューパス突撃シュート、ゴー！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 さあ、もう一度見てみましょう。ドリブル、一人で行った、ミドルシュート、パンチング、ドリブル、これは無理。追加点が欲しい。ドリブル、一人で行った、シュート、弾いた、レッツボールキープ。残り時間1分を切った。ドリブル、ロングシュート、取りました。フリューゲルス苦しい展開。これは無理。ドリブル、一人で行った、倒れました。ノーホイッスル、ロングシュート、止めた、レッツボールキープ。ドリブル、一人で行った、フリューゲルス苦しい展開。ロングシュート、インターセプト、ホイッスルです。前半終了。得点は1-0、レッツリードです。こんにちは、ジョン・カビラです。エキシビションをお送りします。ヴェルディ川崎対横浜フリューゲルス、まもなく始まります。スタンドには大小とりどりの旗が揺らめいております。このような素晴らしいスタジアム、プレーできる選手は幸せですね。実況担当する者も幸せです。他の地イタリアでは母なる大地を象徴する色、その緑色のユニフォームをまとったヴェルディイレブンの入場です。ホームのヴェルディ川崎、スターティングイレブンは栗原、カズ、北沢、前園、柱谷、ラモス、中村、石川、アルジェウ、林、菊池新吉。続いてアウェーの横浜フリューゲルス、スターティングイレブンは楢崎、大竹、前田、薩川、サンパイオ、山口、三浦、鳩、バウベル、フェルナンド、服部。さあ、まもなく熱戦の幕開けです。栗原、バウベル、続くのか、コーナーキックです。山口、ショートコーナーからシュート、柱谷、栗原、北沢、逆サイドのカズ、大竹、細かいつなぎです。前園、どこに展開していくのか、
栗原。フェルナンド、菊池シュート、ゴール！フェルナンド、華麗なミドルシュート。スロー VTR で見てみましょう。北沢、カズ、バウベル、フェルナンド、シュート、確実に止めた。ハト、ハットリ、左サイド、オーバーラップ、シュート、菊池新吉。右足シュート、ゴール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 。フェルナンド今日2点目、ブリウゲンス追加点のゴール。相手チームはがっくりです。スロー VTR で見てみましょう。中村よく動きます。北沢、壁パス、華麗なドリブルからハットリ、シュート、バウベル、ゴール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 。バウベル、いい位置取りだ。ブリューゲルス、ダメ押しのゴール。声援鳴りやまず。スロー VTR で見てみましょう。北沢、フェルナンド、ハットリ、ハト、さあパスが通った。素晴らしいオーバーラップだ。右サイドから上げた、華麗なパスはシュート、右サイドを狙った。途中でカット、いいパスだ。バウベル、細かいつなぎです。ラモス、前
半終了ですね。プリューゲですリード。ジョン・カビラです。青空の下、絶好のコンディションで迎えましたエキシビションをお送りします。ガンバがジェフを迎えてお送りします。解説は松木安太郎さんです。こんにちは、松木です。よろしくお願いします。さあ、まもなくキックオフです。まもなくキックオフの笛です。ホームのガンバ大阪、スターティングイレブンは本並、佐野義、宮本、バブンスキー、近藤、平岡、グラデノビッチ、磯貝、松並、森岡、ヒルハウス。続いてアウェーのジェフユナイテッド市原、下川、鈴木、武藤、真中、サンド、秋葉、広山、江尻、ハセック、マスロバク、ジョー。ガンバの調子はどうでしょう。試合前のコンディションはまあまあでしたね。ですね。これはチャンスですよ。奪った宮本、松並、森岡、広山、村田伸一、サンドル、素早いプレス、広山、松並、中盤でボールを回しています。ディフェンスどうしたんだ、繋がらない。ちょっとボール持ちすぎですね。そうですね、攻めてる時のディフェンスの意識が欲しいですね。なるほど。あー、ゴールの匂いがする。防ぎきれませんでしたか。今のは仕方ないですかね。ジェフ、これはビッグチャンス。これは先制点を決めなくちゃダメですよ。本並、ナイスセーブ。佐野義、ジェフの調子はどうでしょう。後半になるとバテ気味になるので、今日もまあ最後まで頑張る必要があるでしょう。ええ、ガンバ倒してしまいました。今のプレーは軽率ですね。大丈夫でしょうか。イエローもやむな。さあ、ジェフ、チャンスですね。セットプレーをきっかけに打開したいですね。ここでヘッドをなんとか止めました。マスロバル、近藤、ヒルハウス、マスロバル、奪った、パスミスか。ジェフ、いい展開ですよ。今のはナイスキーパーですね。パスをつないでチャンスを伺います。ヒルハウス、スピードに乗った、ロングシュート、素晴らしい飛び出しです。ここから打つか。ガンバ、今日は攻めてるぞ。前線の選手が積極的でいいムードですよ。ですか。ダメ。しかしパスがつながらない。サンド、体の使い方がまずいですね。ですね。松並、パスを回してますね。いいパスだ。クリア。これはチャンスですよ。マスローバー、動きがいいですね。マスローバー、目の覚めるようなシュート。ジェフ、先制のゴール。抱き合うイレブン。さて、VTR の用意ができました。今のは完全にマークが外れてましたね。そうですね。まだ1点じゃなくてもね。なるほど。ガンバの動きはどうでしょう。動きはあんまり良くないですね。ええ、宮本、本戦です。どこに展開していくのか。華麗なパスワーク、
ミドルシュート。本並、いい判断ですよ。森岡、波状攻撃か。松並、リードを広げて終わりたいですね。ですか。磯貝、森岡、広山、ジョー、これはものにしたいチャンス。チェック厳しい。どこに展開していくのか。ナイスチェック。中盤でボールを回しています。攻めてますね。切り替えが早い。大きく蹴り出しました。いや、危なかったですね。奪った。磯貝、ヒルハウス、ガンバ、少々飛ばしすぎですかね。確かにこの運動量で最後まで持つか心配ですね。ですね。ちょっとボール持ちすぎですね。そうですね。宮本、いい形だ。パスをつないでチャンスを伺います。パスを回してますね。鈴木、マスロバ、本戦です。いいパスだ。鈴木、マスロバ、平岡、奪い返した。サイドをえぐってきます。左からセンタリング、ヘディング、キーパーいい判断ですよ。前半終了ですね。0対1。ジェフ、リードで後半に進みます。なんとか反撃したいですね。横浜フリューゲルスエキシビジョンマッチ、まもなくキックオフです。晴れ渡る青空と芝生のグリーンが鮮やかなコントラストを描き出しております。サポーターの声援を一身に背負い、柏レイソルピッチに出てきました。ホームの柏レイソルスターティングイレブンは、ゴールキーパーは南、ディフェンダーの萩村、渡辺、畑野坂、沢田、ミッドフィルダーの明神、下平、加藤、フォワードのベンチーニョ、ストイチコフ、酒井。アウェーの横浜フリューゲルススターティングイレブンは、ゴールキーパーの楢崎、ディフェンダーの、キックオフのホイッスルが鳴りました。前半45分始まりました。レイソル、フリューゲルスを迎えてのホームゲーム、後ろに戻し、完全に後ろからです。これは危ない。おっと、レッドカードが出されました。横浜フリューゲルス1人少ない状態での戦いになります。ここで1人抜けるのは厳しい。柏レイソル、フリーキックです。慎重にボールを置きました。小さく出した。積極的なディフェンス、早いパス回し、キーパークリア。ここは回り込んでいます。細かくつなぎます。いいリズムです。大きくクリア。どうにも攻めきれません。短いボール、ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、そしていい感じです。パスをつないでいきます。執念を見せます。早いパス回し、細かくつなぎます。大きくクリア。攻めきれませんでした。短いボール、ゆっくりとパスを回します。
ちょっと危なかったか。クリア。フィニッシュの形まで持っていけない。細かくつないで、そして蹴りました。ゴールラインを割りました。ゴールキック、短いボール、パスをつないでいきます。速いパス回し、大きく前線へ、高さがあります。20分経過、横浜フリューゲルス3人のフォワードの攻撃力は楽しみです。積極的なディフェンス、短いボール、ゆっくりとパスを回します。インターセプト、細かくつないで、いいリズムです。大きくクリア、ナイスディフェンス。ここからが見ものです。シュートだ。ゴールラインを割りました。ゴールキックです。大きな縦パス、パスをつないでいきます。フォローが欲しい、速いパス回し、大きくクリア。ここは回り込んでいます。タッチラインを割りました。さあスローインです。細かくつなぎます。短いボール、速攻でしょうか。長いボール、高さがあります。うわっと、ゴールラインを割りました。コーナーキック、どこを狙ってくるのでしょうか。短いボール、ヘッドで流す、頭で合わせた、ゴール、ゴール、さすがです。ナイスです。これぞプロのテクニックです。横浜フリューゲルス先制のゴール。リプレイです。ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、そして後ろへ、40分経過、パスをつないでいきます。速いパス回し、細かくつなぎます。攻めきれませんでした。終了です。柏レイソル、何としても追いつきたい。フットボールフリークの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説は田島幸三さんをお迎えしております。田島さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、田島幸三です。よろしくお願いします。エキシビジョンマッチをお送りいたします。川崎フロンターレ対大宮アルビー、これが本日の対戦カードです。縦島のユニフォームがピッチに姿を現します。鶴
それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずは川崎フロンタール、マジーヌ、浦田、アルバレンガ、長橋、久野、大塚、ペドリーヌ、寺田、奥野、佐原、浦上。続いて大宮アルディージャ、白井、奥野、ヤン、菊池、松本、宇治井、宇木、マーク、原崎、ジョルジーヌ、野口。さあ、いよいよキックオフです。画面に向かって左から右へ攻めるのが川崎フロンターレ、反対に右から左へ攻めるのが大宮アルディージャ。浦田、チームメイトにタッチを入れます。宇治、攻撃を組み立て直す。ああ、合わせた。オフサイドの網にはかからない。カポスト、果敢にスライディング、中へ上げた。シュート、なんでアートだ。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。必要なスポットライトから逃れようとするかのごと、華麗なドリブルを披露しています。折り返す、宇治、宇野、前が空いた。全然ダメ。まあ、危ない。ラポストになった。ハイボールを競り合う。ゴールに直結したスルー。つらい。この。いっていっけ、どん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 。ジョルジーヌ。
ツー。ジョルジーニョ、アルバレンゴ、オクン、サファ、前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えよりお送りしています。フットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの新藤勝義さんです。新藤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。本日の対戦カードは FC 東京対横浜 F マリノス。白のユニフォームがピッチに出てきました。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずは FC 東京、アマラオ、ロペス、佐藤、小林正光、アサリ、三浦、内藤、藤山、伊藤哲也、サンドン、土井。続いて横浜 F マリノス、川口、鳩、松田、オムラ、上野、田中、遠藤、石川、中村、城、殿池。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。画面に向かって右にエンドを取った横浜 F マリノス、反対側左にエンドを取った FC 東京、エンド、ヘッドパス、センタリング、スローイン、佐藤、中へ上げた、折り返す、あとコスに当たった、前が空いた、チャンスですよ、ファーサイドに上げた、狙いすぎたようです。ボールが宙をさまよう、オム、20分経過しました。キーパーの指示が伝わっていないのか、小林正光、
サンゴ。いける。これは危ない。上野、小林正光、小村、これはオフサイドでしょう。川口、サイドトラップにかかった。サンドル、小林正光、キーパー弾いた。ニアポスト、前半終了まであと5分。合わせた。全然ダメ。中村シュート。惜しいシュートでしたね。ここからどう攻める。折り返した。ロペス、よく弾いた。これはコーナーキック。横にそれてしまった。さあチャンス到来。シュート。これはゴールキック。おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0点入りました。フットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。鹿島アントラーズ対アビスパ福岡の試合をお送りします。解説には新藤克義さんをお迎えしています。新藤さん、よろしくお願いします。新藤さん、今日の見どころを一言でお願いします。そうですね、この暑さにどう対応するかが勝負の鍵になると思います。ここで両チームの選手入場です。秋田、最近プレーに粘り強さが出てきました。今試合前の記念撮影が行われています。現在鹿島のスターティングメンバーをご覧いただいて、鹿島のキックオフでゲームが始まります。ファンの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。鈴木、画面に向かって右にエンドを取ったアビスパ福岡、白いシャツ、紺色のパンツ、白いソックス。反対側、左にエンドを取った鹿島アントラーズ、赤いシャツ、紺色のパンツ、赤いソックス。バデル、山下、5分過ぎました。鈴木、野田、一旦下げて攻撃のリズムを変えてきます。リアージョ、熊谷、
前方へ、よっしゃ。山下、熊谷、縦へのパス。10分過ぎました。前に送る、久永、前へ、秋田、むむ、あ、一旦戻して、熊谷、山下、三浦、ジャンプ、シュート、ちょっと狙いすぎたか。ゴールを割らせません。15分経過。中田、相馬、強烈なスライディングタックル、いい展開だ。小笠原、おっと。20分経過。秋田、来た来た来た、小島光明、バデア、久永、山下、これはいけない、壁は4枚、バデア自分で行くか。これはコーナーキック、アビスパ福岡、今日初めてのコーナーキック、ヘディング、これはディフェンスを引き締めないと。もらったぞ、小笠原、スライディング、三浦、ビアージョ、ちょっと危険だ、折り返した、ヘディングシュート、ここまでのボール支配率は鹿島アントラーズ 48%、 アビスパ福岡 52%。クロスボールは跳ね返されます。バデア、自分で行くか。ボールを下げました。縦に出します。力強いドリブル、ニア、中田、短くつないで、柳沢、中田、セーフティーに行きました。そしてバデル、三浦、久永、山下、ビアージョ、ファビアーノ、さあここで小笠原、いい展開だ、野田、サイドを駆け上がります。ニアサイド、鈴木、味方を探す、攻撃を組み立て直します。ビアージョ、インターセプト、ロスタイムに突入しました。これはコーナーキックになります。アビスパ福岡、今日2本目のコーナーキック、三つ秋、ここで前半終了。前半戦を振り返ってみましょう。底冷えのするスタジアムを観客の熱気が覆います。気温は摂氏11度。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。ジョン・カビラです。エキシビションマッチをお送りいたします。
。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。まもなくスターティングイレブンが発表されます。両チーム、キャプテンを先頭に入場します。スターティングメンバーをご覧いただいております。まずはホームの仙台、続いて青い、前半戦が始まります。リカルド、縦に出す、カット、岩本、外に開いている、セーフティーなプレー、シルビー前に送って、岩本、服部、シルビー前方へ、5分過ぎました。岩本、浮かせたボールです。止めた、中山前へ、小さく蹴り出す、ゆっくり回す、ここでスルー、シルビー前、マルコス、スペースへパスを出した、ボールが流れます。鈴木、縦に出します、後ろへ、10分経過、岩田ボールになります。チャンスですね。この位置からリスタート。あっと、直接狙った。よく止めた。岩本、これはコーナーキックになります。岩本、ボールを置きます。山下、頭で。ニアを狙った。ちょっと危険だ。中山、前半15分。高原、オフサイド。オム、バーにボールを送る。しかしカット。ここはしっかりつながないと。左へパスを通します。高原、前方へ、いいカバーリングです。さあ抜けていくか。おお、打て、おっと、吹かしてしまった。マルコス、先制ゴールならず。これは決めてほしかった。服部前、25分経過、おっと、ミスキック、今コミュニケーションが取れてないですね。じっくりとパス回し、ヘッド、岩本、ここから大きなクリアが小さい。前半30分経過、打ってきたが、しかし外れてしまった。シュートに行ったのは鈴木、山下、岩本、ロビング、裏をつきます。おお、激しい奪い合い、キーパー反応した、後ろに下げます。
よくしのいだ。前半あと10分です。ナナ、縦に出します。つながればチャンス。しかしカット。チャンスです。がしかし外れてしまった。前半残り5分です。パスが通ればチャンス。中に2枚、ヘッドで押し返す。これが通れば面白い。低いボール打った。仙台、今日2本目のコーナーキック。頭だ。ゴール仙台、ここで先制点。さあもう一度見てみましょう。ここで高原、あっと前に出した。右へ来い。クリア。ここで前半終了。ここまでのハイライトをさて、中西さん、はい、仙台鹿島アントラーズ対ウルサンヒョンデホライン、今日の試合は解説に中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。さて中西さん、この試合のどんなところ注目されていますか？はい、まずは両チームがどんな立ち上がりを見せるか見ていきたいと思います。なるほど。今日の試合どのようになりますでしょうか？注目です。ここから中田浩二、これはオフサイドになりました。もう一度ご覧いただきます。これはファールを取られました。ああ、これは注意だけのようですね。アントラーズ、ここからの直接フリーキック、ゴール前に切り込んだ。回して大岩、右のサイド上がっていきます。前に送る。そしてここは小笠原、下げてここはフェルナン、右から行きます。よくカバーしましたよ。右に振って縦に出す。ダイレクトパス。アントラー、今日の立ち上がりご覧になっていかがですか？可もなく不可もなくといったところですかね。そして本山、落ち着きましたね。大きく前方へフィード、ダイレクトで送る。そこからキム・ジョン、右サイドを使います。
いいカットですね。大きく横へ運んでいきます。前半の15分を回りました。左サイドから攻めていきます。さあ先制点のチャンスになるか。ヘディング、ヘッド決まった。入った。アントラーズ1点先制。深い完璧なヘディング、サポーター歓喜します。いやー、しかし見せてくれましたね。そうですね。ご覧のように画面にはリプレイが出ています。アントラーズ先制ゴールを決めました。中この先制点は試合の展開に大きな影響を与えるかもしれませんね。ダイレクトスペースを使う、いいボールですよ。これはクリアします。激しい攻防です。ジュニオール、ゴールゴールゴール。ディフェンスの集中切れてますよ。アントラーズリードを2点に広げた。小笠原さえ渡るポジショニングセンス。ウルサンヒョンで苦しくなってきました。中西さん、外からの。中西さん2点差となりましたがどうですか。逆転というよりはまずは一つ返したいですね。アントラーズ先ほどからサイド攻撃がうまくいってるようですね。うん、フィールドを幅広く使うことによって相手の守備に隙をうまく作ってますよね。縦への大きなパス、硬い守り、縦に出した、繋いで深い、おっと上です。不審を取ったようですね。右へ展開して縦へのパス、しかしここには誰もいません。ウルサンヒョンでここは早く追いつきたい。まもなく前半も30分が経過します。行ったか、右へ回してここから打ってきた。さあアントラーズ前半最初のコーナーキックになります。初めてのコーナーからのセットプレー、中を狙ってきた、これもクリアされます。アントラーズ得点してからいかがでしょう。イメージが残っているし、もう1点いってほしいですね。右へ出した、さあ攻撃に注目です。オフェンシブハーフ小笠原、長いボール右に出して、プッシングの反則を取られたようですね。これはキーパーセーブしました。右サイドを使ってきた、いい動きですね。左のサイド上がっていきます。追加点のチャンスだ。クリアします。左を使ってここはチョイソング、そして右からジョン・ジェウ。今前半の40分です。前方へ、ここで仕掛けます。入ってきた、長い距離のシュートだ。ナイスセーブ。さあ縦、オフェンシブハーフジョン・ギョン、チョイソング横へ運んでいきます。ここからジョン・ギョン、右を使ってきた、ここからのフリーキック、おっと狙ってきた、よっ、おっと、ここで前半終了のホイッスル。中西さん、リードを許したまま前半戦を終えましたが、いかがでしょう。攻守がしっかり噛み合っていなかった気がしますね。そして前半終了時のスタッツです。
ットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本日はフレンドリーマッチ、 FC 東京対 FC 総合、解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて北澤さん、今日のカードですが、随分すごい顔ぶれになりましたよ。いや本当にね、素晴らしい選手揃いですから、今日はスーパープレーなんかも飛び出すかもしれませんよ。その辺も期待できるかもしれませんよね。そうですね。さあ間もなくキックオフです。さあ前半戦がスタートしました。FC 東京4バックできましたね。そうみたいですね。このスルーパスは、パスに追いつけません。狙いとしてはいいと思いましたけどもね、タイミングいいですよね。回して、ここにキム・ウンジョン、キム・ソンジェ、ここはキム・ドンジンと、ここで抜けていく。ああフォロー遅いですね。遠目からいった。回してジャーン、キープ力高いですね。さあこっからだ。カウンターになるか。強いですね。ホイッスルです。左サイド長いボール出した。金沢うまく走り込んでいる。梶山、このパスには追いつけませんでした。合わせた。ウォンジョンド落ち着いた反応を見せました。一回当たってるんで難しいボールだと思いますけども、よく止めましたね。うまいですね。キム・ソンジェ回してチェチェス、リカルド、パクチューヨン、ここからどうする。奪った、縦に出す。そしてここはサルセード、このパスは大きすぎました。抜かせません。前半15分が経ちました。リカルド、キム・ソンジェ、負けてないですよね。ホン、ボールを回して栗沢、さあカウンター。金沢、今度ここは栗沢、ここからカジ、スペースを使う。おっと出しましたね。いいですね。ここからイジョンヨル、ここでボールを持った。パクチュヨン、いいところで受けた。競り合った。チェチェス、さあこっからだ。狙ってきた。コーナーキックのチャンスとなります。ボールを蹴るのはリカルド。高さは十分。上げてくるか。さあどうする。さあここもコーナーキックとなります。 FC ソウル得点のチャンスを迎えます。いい守りを見せました。さらにこのクリアボールから うまくトラップ、右へ出した。ここにルーカス、よく走ります。さあ競っていく。右サイドへ出す。縦、後ろへ預けた。30分を回りました。キム・ウンジョン回します。右に送ってスルーパスを出してくる。これは手で弾いた。いいディフェンスを見せます。栗沢、ここでカット、前に出した。チェチェス、そしてここはキム・ウンジョン、右にさばいて。FC ソウル、さあ35分が経過しました。今のところ0対0。
今日はサイド攻撃を中心に組み立てていると考えていいんでしょうか。意図的にサイドから組み立てているのか分かりませんけどもね、今のところ多くなってますよね。ここから金沢前に送って、ここに栗沢、ここから上がっていく。さあ中から行きます。ちょっとこれは大きすぎた。さあコーナーキックとなります。でもいい試合してますよ。そうですね、一旦はたきます。細かいボールの奪い合い、ボールの先にルーカス、軽く出して、おっと、さあここに出てきたぞ。こっからでしょ、打った。左サイドからのコーナーキックになります。ここは大事にいってほしいですよね。そうですね、中には一人、守備側も周り見えてましたよね。誰か中にいればよかったんですけどね。 FC 東京、ここからの攻撃になります。ここで前半戦が終了します。さあ北澤さん、前半を0対0で終えたわけなんですが、いかがでしょう。そうですね、一瞬これはっていうところもありましたけどもね、後半に期待です。皆さん待望のエキシビションマッチ、ジュビロ磐田対セレッソ大阪。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ北澤さん、今日は厳しい戦いが予想されるんですが、いかがですか。そうですね、まあ単純には予想できないところもありますけども、今日はちょっと分かりませんよね。はい、楽しみですね。今日はそんな一戦を迎えています。選手たちの様子、ここからも見えるんですが、大久保、彼の調子が非常にいいという情報が入っています。阿部さん、あ、はい、彼についてなんですけど、おっしゃる通りかなりコンディションも良さそうですね。練習を見ていてもその辺がよく伺いましたよ。そうですか、ありがとうございます。さあキックオフまであと少しです。さあ観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。先に攻勢をかけてくるのはどちらのチームでしょうか。右へ回す、スペースを狙う、西澤、遠くから行った、これを決められない。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。惜しかったですね。ヘッドで競る、開きますよ、通りません。おっと競り合います。ストライカー前田、キープ力には評判のある選手、再び奪い返した、中央から上がっていく、ここでリターン、また奪った、古橋、読まれました、縦にボールが出て体を入れた、鳴岡、前に出した、外へ開きます、左から上がっていきます、まだ持っていく、わっと抜けてきたぞ、一旦預けます、おっと狙ってきた、これはコーナーキックです。ここは集中した方がいいですね。中を狙ってくる、ヘッドだ、これは惜しい。しかし今のコーナー危なかったですね。そうですね、でもしっかり合わせてきましたよね。右にさばいて、柳本、ディフェンダーとしてプレーします。森島、あっと厳しいディフェンスだ、後ろから行ってますからね。そうですね、森島倒されています。前半15分が経ちました。あっとホイッスルがありました。ジュビロ、ここからの直接フリーキック、チェックに行く、大久保、西澤、詰め寄られました。西澤、今いいでしょうか。アウェイ側なんですけど、もっとサイドを使えというようなアピールをしてましたね。そうですか、ありがとうございます。左から攻めていきます。
さあ一人で上がっていきます。ここまで来た、うん、行くか。中には3人いる。これは大きすぎました。吉田これを防ぎました。ナナン、短く出します。いいでしょう。さあいけるか。ここはよく守りました。ここで激しい、うわっと打ってきた。ゴール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 。前半25分です。セレッソ敵地で先制ゴールを挙げました。大久保繊細かつ豪快な右足。セレッソまずは1点先行しています。まあね、1点先制しましたけどもね、安心しすぎると一気に返されることもありますから、その辺は注意したいですよね。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。ちょっと奪われがちですよね。前半30分を回ろうというところ、フォローがいません。狙った、いい守りを見せました。いい攻撃、ミドルシュート、入った入った、ゴール。前半30分です。セレッソ追加点を挙げました。古橋ゴール左隅に決めた。セレッソ2点を取ってさらに動きも良くなってきているようですね。そうですね、余裕ありますからね。だんだんとこう中盤で動きやすくなっているようにも見えるんですが、はい、運動量も増えてきましたよね。これは繋がるか。後ろからさらに行く。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。スライディング、ここから上がっていく。パス出るか。おっと奪った、綺麗に通りました。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。スペースへ出す。さあ入れるか。さあ中から行きます。さあシュート、さあ戻して、そしてシュート、ぴったり来た。右サイドへ出す。相手に当たりましたね。コーナーキックになります。さあここからです。ここは大事にいってほしいですよね。狙ってきた。これまずい。ポスト当たってましたね。縦ゼカルロス、ナナム、鳴岡、前田、太田、カットして前半戦終了です。前半が終わりました。現在2対0です。見ていると前半の半ばあたりから急に激しくなりました ね。皆さんこんばんは。ヴィッセル神戸対横浜 FC、 この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の見どころをお話しください。そうですね、技術面もそうですけど、どこが勝負どころになってくるのか、そういったところを見ていきたいですよね。それと攻めの動きだけではなくディフェンス面も見ていきたいですよね。そうですね、神戸としては立ち上がりから一気に来る可能性もありますよね。なるほど、わかりました。ここから見ている感じですと、このスタメンでの起用ですね、非常にコンディションがいいと聞いています。ちょっとよろしいでしょうか。はいどうぞ。ダブディさん、仮についてですけど、練習を間近で見ていてとっても調子の良さを感じました。足取りも軽く積極的な動作が見られましたよ。あと
見守る中、開始の笛が鳴りました。立ち上がり動きを見てまいりましょう。左へ回して、おお、滝沢、久保、左行きましたね。大事なところ、ねじめ、さあここに出てきたぞ。ここは精一杯クリアします。ヘッドから、さあ前には3人います。直接行った。しかし北澤さん、スルーパスからもう決まってもおかしくないシチュエーションでしたね。いやね、完璧だったんですけどね。横浜 FC 素晴らしい展開を見せました。小野、ディフェンスの選手です。奥、滝沢、ここから内山、ここは近藤、中央から上がっていきます。右に出して、だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。まあそこまで持っていく回数は多いということもありますしね。そこからどうするかでしょうね。短く出します。ああいいカットですね。通りません。前半の15分を回りました。内山、右へ、パク・カンジョ、ボールは後方へ、そしてパク・カンジョ、壁を使います。ここから早川、ちょっとよろしいでしょうか。アウェー側ですけど広く使うよう指示を出していましたね。攻撃が単調になってきたのを気にしているようですね。なるほど。さあベンチの状況を伝えてもらっています。田中、さあ中から行きます。あっとこれはオフサイドですね。なるほど、旗が上がっています。ゴール前を狙っています。一人で上がってきている。頭で押し返す。ここは阻まれました。このパスは通らない。体を入れます。滝沢、ああいいとこ、ゴール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 。選手はガッツポーズで喜んでいます。いやしかしノーゴールの判定、オフサイドです。いやもったいない。でもよく審判見てましたよね。さあ一旦仕切り直してフリーキックに変わります。ボッティ、今日はまだシュートがありません。あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。あーいいボールですよ。カットします。シュートができた。ここは一難逃れます。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。いやしかしいい戦いしてますよ。そうですね。ヘッドだ、決めた、ヘディング。前半30分です。ヴィッセル見事な先制点。レアンドセットプレーにうまく対応しました。応援、さあ横浜 FC この状況でどう立ち向かっていくか。まずはね、はい、早いうち何かきっかけをつかむことでしょうね。右に回して、仕掛けできた、抜けた、右サイドへ出す、入れてくる、大きくクリア。さあサイドから、硬い守りだ。左へ送ります。小野、前に送って右へ回す。これは通りません。それにしても北澤さん、はい、横浜 FC 得点を与えてしまってからの動きなんですがいかがでしょう。そうですね、
あまり変わってないですけど、ちょっと硬いですね。遠目からシュート、ゴール、横浜 FC 鮮やかなゴールで同点。最後はやっぱりこの男、山口。サポーター歓喜します。でもボールはポストに行ってましたからね、触れないでしょう。さあ画面にはリプレイが出ています。もうここしかないというところでしたね。ヴィッセル、これで動かざるを得なくなってきたわけですよね。いや本当にね、これで振り出しに戻ったということですからね、頑張ってほしいですよね。少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが、はい、よくパスコース読み切って動いた方がいいですよね。ねじめ、これは合いませんでした。これは通りませんでした。田中、レアンド、競り合った、フォローが欲しい。競り合います。内田、上が鳴りました。前半終了です。さて北澤さん、はい、横浜 FC 先に得点されたところを奪い返して前半。フットボールファン待望のエキシビションマッチ、鹿島アントラーズ対セレッソ大阪。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。北澤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。気象情報をお伝えしておきましょう。現在気温が31度、湿度は 51%、 そして晴れ。我々のいる場所でも結構暑いんですが、この気温はどうなんでしょうか。そうですね、選手によってはスタミナ中の心配もあるでしょうけど、まあそんなに悪いコンディションではないと思いますよ。あと紹介が遅れました。ピッチレポーターはフローランダバディさんです。さあ試合開始の笛が鳴りました。立ち上がりからガンガン行くことはしません。回して田代、一旦戻します。再び青木、内田、いいボールですよ。ジェルマーン、サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。香川、フォワードとしてプレーします。アレ、香川と、ここで抜けていく。ここまで来ていた。ここはヘッドでクリア。競り合います。前田、そのまま行った。しかしこれはゴールキーパーがキャッチ。いいですね、コース先読みしてましたよ。良い守りです。これが通りました。いいところで受けた、シュート。ここはなんとかクリアです。この上がりいいですよ。ディフェンスでした。さあ競っていく。通りません。浜田、奪い返した。よく走ります。大事なところ、右へ回す。中央から上がっていきます。アレ、前半の15分を回りました。つながりません。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。大岩、ヘディング、少し出して、さあ競っていく。浜田、今のところ1本シュートを打っています。いい攻撃だ。大事なところ、いいディフェンスを見せます。中に2枚、ディフェンスでした。ここは阻まれました。左へ出した。さあ固まっている。キーパーを防いでいる。
さあコーナーキックとなります。両者ゴール前を固めます。ボールに高さはあります。曽ヶ畑難なくキャッチしました。おっと競り合います。いいところで受けた。細かいボールの奪い合い。ボールの先に香川。今よろしいでしょうか。はい、青江側ですけど広く使うよう指示を出していましたね。攻撃が単調になってきたのを気にしているようですね。そうですか。ピッチの様子を伝えてもらいました。アントラーズチャンスを逃しました。前田、アレ、香川、スペースを狙う。サーナーに2人上がっています。しかしこれはゴールキーパーがキャッチ。洗い場なんとかクリア。遠目からシュート。攻め上がったんですがここはうまくいきません。ピンチを逃れました。いい攻撃だ。どうやらホイッスルが鳴っていました。ハンドの判定です。激しいチェックに行きます。わっとミドルから狙った。しかしすっごいシュートでしたね。いや外れましたけどね。これが次へのきっかけになるかもしれませんよ。いやいいカットですね。だんだんとこう中盤を支配されだしている感じにも見えるんですが、はい、よくパスコース読み切って動いた方がいいですよね。なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、ちょっと奪われがちですよね。ここはなんとかクリアです。ここは叩きます。ヘッドから。今前半の40分です。かなり強烈な当たりです。中央上がっていきます。洗い場、下げてここは青木。どうする。いいところで受けた。カットします。青木、野沢、パスをつないでいく。これは読まれていたようです。いいボールですよ。ここは精一杯クリアします。0対0、点差はありません。つながりません。折り返せるか。中に送って頭でクリアします。そして今ホイッスルが吹かれて前半が終了しました。北澤さん、今のところどうご覧になられますか。セレッソとしては序盤でいい攻撃です。カジアーノ岡山、この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて北澤さん、今日は楽しみな一戦ですね。はい、両チームいいところ持ってますからね。まずはどんな立ち上がりになるか、その辺に興味ありますよね。はい、まずはそういったところでしょうね。立ち上がりから一気に来る可能性もありますよね。なるほど、今日はそういったところも見どころになるかと思います。さあ選手がピッチへ現れてきました。あと少しで試合が始まります。読まれた。足技見せます。吉村抜ける。カット。ここからブスイ待っていました。アップオフサイドですか。チェックに行きます。中に人がいる。
さあこのボール、しかしつながりません。川原チップキック、ちょっとこれは大きすぎました。いいマークでしょ。グランパス、ちょっと振り返ってみるとだんだんと中盤でカットされ、それから守りに入ってしまうというケースが増えてきていませんか。もう少し中央でのパス、そして競り合いには集中したいところですよね、はい、真ん中から上がっていこうというところ、渡ります。このゴール、グランパス、素晴らしい先制点。ゴールネットの右隅を揺らしています。スタジアム中が大歓声で揺れています。グランパス先制しています。こちら側としてはね、これでちょっと面白くなりましたよね。前へゆっくり送ろうという場面です。前半の15分が過ぎました。さあ追い上げたい。アプローチ左へ送ります。ここでリターン、ボールは裏狙いましたね。さあ固まっている、混ざっています。さあここで動いた、走っていく。さあ一人で上がっていく、キーパーパンチング、吉村、中の動き素晴らしいですね。しかし北澤さん、今の遠目からのシュートどうですか。いや、いいですよ。こういったシュートは相手のディフェンスラインを上げるという作用もありますからね。ちょこっと上げたボール、届く、これはクリア。岡山、ここからの攻撃になります。田中、西野、薄井、ドリブルで上がっていく。おっとオフサイドはないぞ。いや北澤さん、実に惜しい場面でした。はい、ああいう形で前にグッと持ち出しますとね、チャンス生まれてきますよね。岡山、ここぞというチャンスを逃しています。行くか、ボールは渡る、ここはヘッドでクリア、長いボール、いとも簡単に奪われてしまいます。ボールは渡る、抜けてきます。これはオフサイドではない。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。誰に行きますかね。ここは精一杯クリアします。そのままいった、競り合った、待っていました。短くつなぎます。ダビ、ボールが渡って、さあボールが抜ける。グランパス、まだ攻めが続きます。柔らかい、クリア、読んでいました。前半40分を回りました。グランパス1点先制してからなんですが、いかがでしょう。得点してからはそんなに突破の動きは見られませんけども、相変わらず攻勢ですよね。待っていた、遠目からシュート、弾いた、コーナーキックのチャンスとなります。誰に合わせてくるんでしょうか。ゴール前へ入れた、よく守ります。シュート、
ド。ゴール！前半残りわずか、岡山がっちり食らいついた。見事なヘディングを見せました。ここで決めるのはね、大きいですよね。さあ岡山、ここで同点に追いついています。とても面白い試合展開になってきました。ロスタイムも残り2分を切りそうです。さあもうゴール後のキックオフは始まっています。中央から上がっていきます。しかし追いかける。前半戦終了です。北澤さん、はい、改めて振り返っていただけますか。はい、まあ、ゴール前の攻め合いもありましたしね、いい試合になりましたよ。あとは後半どれだけ力を出すね。 FC 岐阜、本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の見どころをお話しください。はい、両チームいいところ持ってますからね。まずはどんな立ち上がりになるか、その辺に興味ありますよね。はい、あとは前へ持っていくまでの流れでどういった形で仕掛けてくるのかですよね。広島としては特に相手のディフェンスラインをどう崩していくかというものですよね。なるほど。さあ間もなくキックオフです。キックオフでスタートです。立ち上がり動きを見てまいりましょう。前線へ山岸、組み立てる森崎、一人で抜き去る。さあ固まっている、シュート。さてコーナーキックに変わります。打ったらすぐ動かないといけない場面ですよ。さらに前線アプローチしていく。チェック、パスを出しません。おお、フリーだ。ここはディフェンスされました。前線に駆け上がっていく。チェック、お、いいでしょう。噛み合わない。佐藤、押したに、このボール裏狙いましたね。後ろからチェック、おっと危ないところでファールです。さあいい位置、そのまま来た。うん、クロスバーの少し上、あっと惜しい。うん、狙ってきましたね。いいキック持ってますよね。ギリギリじゃないですか今の。狙ってますね。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。ちょっと奪われがちですよね。細かいボールの奪い合い、サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。笛です。待っていました。前半15分が経ちました。チェック、遠くから行った。なかなか入り込みにくかったんでね、やはり遠目からのシュートを積極的に打ったシーンでしたね。森崎、おっと、いいですね。さあ戻して、見せますね。かわしていく、いや自分で持っていく。野外と菅、センターフォワード押下に、牧野、いいチェックだ。通ります、いいでしょう。遠目から手で弾いた、決めた。ヘディング、やりましたね。岐阜、敵地での先制点です。弾いたボールを押し込みました。でもね、今のはうまく決まりましたね。そうですね。
岐阜先制しています。でも得点した後というのはね、意外と隙ができますからね。ちょっとしたことでまた動きますよ。はい、引き続きここから注目していきましょう。中島、中盤の選手、右に、どうだ、果敢にスライディング、弾いた、攻め上がったんですがここはうまくいきません。3人も入ってきたんですけどね。ステップを細かく刻む、大事なところ、ミドルシュート、これは惜しい。もう少し待ってから行ってもよかったんですけどね。手元の時計では30分が過ぎようとしています。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。本当ですよね。そういった面ではミスらしいミスないですからね。いいですよね、はい、服部、森崎、服部待っている、ボールは戻り、チェックを受ける、ここで奪い合う、岐阜結局このボールを奪いました。森崎、スルーパス、すくい上げた、ここは精一杯クリアします。ここでホイッスルがありました。さあリスタートになります。直接狙った、あっとクロスバーの上。しかし北澤さん、今のシュートいかがでしょう。いや、相手にとっては助かりましたね。上がっていく、再び奪い返した、左、佐藤、柔らかい、これはつながらない。さあ絶好の位置でスローインです。開きましょう。危ないところでした。ここはディフェンスされました。バックパス、どうだ、このボール、立ててきた、強い、ここも簡単にボールを奪われてしまいます。回します、勝っています。チェックきついですよね。左へ出した、ここで前半終了のホイッスルです。さて北澤さん、はい、岐阜前半に先制して折り返しました。そうですね、本当にいい雰囲気で折り返し